今日はマンスリーゲストの久手部拓也くんは来られないので、じゃあメンバーが初めて曲を紹介して自分で回してみようかみたいな。回してみようかねえ、はい、やったことないんだけど、バルーディと私は違う番組でやったりとかはしてるけど、はい、そうですね、ニャーナとミッチーナはお初、はい、ですどうなることやらではまずミッチーナから、はい、誰かにおすすめの曲か、うん、はい、自分の大事な曲、うん、はい、はい、じゃあよろしくどうぞ。タッチ、はい、この曲はね、うん、両方ですね、両方、はい、はい、捧げたい、誰かに捧げたい歌、うん、そして、大事な歌、全部対象は私でございます自分大好きミッチーナシシさんだ、シシさんじゃないんだ、乙女さんだ、シシが強い乙女だね自分大好きミッチーナが自分に捧げる曲を本日ご紹介させていただきますシリル・クロウというね、シンガーソングライターです、うん、チューズデイナイトミュージッククラブプラスシリル・クロウライブフロムナッシュビルというアルバムから1曲です。これはね、シェリル・クロウっていうのはデビューが実はあまり早くなかったんですよね、うん、で、まあ、10代の時にねデビューする子には10代なりの、多分表現があると思うんだけれども、まあ、30過ぎてデビューをしたシェリル・クロウだからこそシェリル・クロウじゃないと歌えないリアルな歌というのがぎっしり詰まったアルバムです。その中から1曲、私の大好きな曲、とにかく走り続けることだ、走れ走れっていうロックワルツですね、ご紹介したいと思います。ランベビーラン、結構難しいでしょ。うまい、すごい、私できないかもしれない結構上がるんだよね、結構上がるんだよね、はい、慣れてくるとね、できる、そうですね、だからさ、花子ちゃんとか一人でずっとやってるのすごいよね、すごい、大丈夫か花子ちゃんとかさ、そうそうそう、いろいろとこうやって喋ってさ、じゃあ次の曲どうか、あ、じゃあ一人で水曜日に花子さんがやってるやつやってますけど、大変でさ、大根とか行かないもんね、これ一期一会大根があるわけじゃないからね、そうなんですよ、大変だよね、で、曲も全部全然やってます、すごい、あいちゃん、いやいやいや、全然まだペペ花子さんは、いや、一応尊敬しとく、おぉー、ありがとう、日曜こっちみたいな、今度みんなで水曜日ここ来ますか、ちょっと待って、ちょっと待って、ほんまに何時何時何時、いやいや、やめましょう、6時半とかだやめましょう、やめましょう、花子ちゃんの時間帯だから8時までやめましょう、7時ぐらいに集合してみんなで来てください、せーの、うーいちゃん気持ちだけで、ありがたいです、ありがたいです、本当にお気持ちだけで、ありがとうございます、嫌がらせになってる親衛隊みたいな、というわけで、ミッチーナさん、この楽曲お尻にちょっとなんか話しますか、話さない、ほぼ、ちょっと、ほぼあのかけます、全部分かった、いや、これはかけます、あ、かって、あ、私、あ、かけてかけますね、で、ちょっとこれもまあ大人の事情で、例えばあの、初めから終わりまで完璧に何も、例えばなんか自分の声が少し乗れば全然問題ないんですけど、始めたら終わりまでフルでかけるのちょっとかわいい、いや、ダメなんです、全然いいよ、アジアの言う通りにするじゃあ最後まだ、約3分ぐらい残ってるんで、最後ら辺になったらちょっと渡すので、曲紹介で30秒ぐらいしゃべる、30秒 OK、 素晴らしい、素晴らしいです、明日明けがいいよね、すごい緊張してきた、コント紹介してごらん、嫌になっちゃうよね嫌になりますね、嫌になっちゃうよね、はい、超怖いですねこれ、怖い、でも時間で大体やっぱりでしょ、しますね、でしょ、そうそうそう、もう二分になっちゃう、ランベイビー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 ランそして緊張感が高まるにゃじゃあ見たいです、初めてそうなの、なんか可愛いもう一回あ、可愛い、私も大好きなの、細く映してる、大丈夫、大丈夫、大丈夫、なんかみんなピンクピンク、あ、本当にここが綺麗な、本当ここ綺麗です、形がね、綺麗、首の出方がこの形が、フォルムがいい、
あ、撮っちゃったすごい綺麗だな、遠くから見ても見えましたすごい綺麗な、こうやってました乗せましょう、ほら向かってます乗せましょう、ちょっと顔が残念、いやいや、なんかちょっと躊躇したんで押すときに、あ、撮っちゃっていいのかなあ、押しちゃったし、それを、見るのは全然しっかりやりな、あら難しいよ超楽しみどうしよう、なんか嫌な、泣いちゃったらどうしよう、面白かった、人も泣きそうです、いや、俺たちがねすごい難しくて、なんか、やってたやつだ、そう、台本考えてて、もう台本通りにならないし、みっちーさん、まもなくです、いきますよ、大きなロックワルツ、伸びやかでひたむきな鐘、おそらくはアラバマの公民権運動に関わった父親と母親、そしてその娘の物語をたった数分の音楽に結晶させてしまう彼女の手際が並大抵のものではない。ソングライターとしてもシンガーとしてもシェリー・クロンの確かな才能を感じさせる一曲です。ランベリーバンでした。